ランウェイ2の LDA 検査を行います。ミッションナンバー128です。ジックバーレディタワーです。了解しました。離陸後はどうされますか？はい、離陸後は90度方向に飛行してランウェイ2のアプローチコースを通過後ノースバウンドします。了解しました。離陸後は4000フィートを維持、メイン停止したら一方してください。ランウェイ16ライトグレードフォーテイクウィンズ1フィートアット5。ランウェイ16ライトグレードフォーテイクオフ。離陸後は4000フィートを維持、メイン停止したら一方します。チェックバード一方。東京ブラウン、プッシュバックアプローブ、ヘディングノース、ランウェイ16ライト。Thank you.
ください。了解しました。離陸はどうされますか？離陸
は90度方向に飛行してランウェイ通過アプローチコースを通過後ノースバウンドします。了解しました。離陸は4000フィート維持、メインテンしたら一方してください。ランウェイ16ライト、クレアドフォーテイクオフ、ウィンド1フィート05。ランウェイ16ライト、クレアドフォーテイクオフ、離陸後は4000フィート維持、メインテンしたら一方します。チェックバードヒット。Check bar 8, make right 360, maintain 4000.
Runway 16 left, clear for takeoff, winds 1 meter at 5. Runway 16 left, clear for takeoff, all
Contact Tokyo Tower 118 Dishimaru 2. Contact Tokyo Tower 118 Dishimaru 2. Starflyer 43 Contact Tokyo Tower 118 Dishimaru 2.
Japan Air 681, Tokyo Delivery, go ahead.
Thank you.
4000フィートに上昇し、ミッションを開始します。チェックまで8。ミッション終了はノースバウンドしてから5000フィートまで上昇。イーストバウンド後、データムに合流してください。ラジャー、メイティ5000、トゥーデータム、チェックまで8。東京タワー、シンガポール、770、108。グランド
ド鑑定です。プッシュバック支障ありません。グランドハートです。コンタクト東京。
your departure. Here is one way. Two, two, nine,
Thank you.
タクシーバイヤーウイスキーキーをランウェイ16レフト使いま83